こんにちは。こんにちは、マクガイヤーです。アシスタントのシマです。あ、でもまだかこれが映ってるね、まだか、これが。あ、どうも、もう一回改めてこんにちは、マクガイヤーです。シマです。どうですか、シマさん。はい、マッドマックスね、フューリーロード、はい、見たらしいじゃないですか。見た。どうでした？いや、むちゃくちゃだったね面白かったよ。むちゃくちゃ、うん、むちゃくちゃ。え、みんな、みんな見たかな。みんな今日からだからね、うん、イングレスは青、うん、で、そう、今日もイングレスのイベントやってらっしゃるんですけど。あ、そうなんですか。 それは行かないと。なぜならマッドマックスを見なきゃいけないし、この放送もしなきゃいけない。多忙です。ちょっとね、今日徹夜明けなんでね、ダメなんです。低め安定ですね、低め安定。明日見に行きます。あ、面白かったよ。面白かったんですけど、なんかあの口に銀色スプレーの意味とかよく分かんない。 あれ全然意味分かんなかった、ね、なんかドラッグみたいな感じらしいんですけどね、人物相関とかもね、ぼんやりしてますよね、結構ね。あ、でも人物相関は、あれ結構ね、もうシンプルですよ。そうですね、主人公が救世主みたいな感じで、うんうん、あとは女奴隷がたくさんいて、うん、で、なんかこういろんな悪の親玉がいて、悪の親玉がこう嫁が5、6人ぐらいいて、はいはい、で、悪の親玉の手下は全員童貞って、はいはい、で、童貞が頑張るって話だったんですけど、はい、よかった。なるほどね、はいはい、そうなんですよ、はい。で、途中で童貞がもうあれもう圧倒的な映像部じゃないですか、はいはい、こう童貞がなんか砂嵐とかに、そう、死んでいく。最初に砂嵐に入るじゃないですか、はいはい、で、砂嵐なのになぜかこう稲光が鳴ってて、うんうん、その童貞が、うん、あ、今日は最高の日だって言うじゃないですか、はい、名台詞ですよね。そう、俺も最高の日だと思いましたね。うひょーってなって、うわー、こんな笑顔を見れるなんて最高だっていう日になって、生きててよかったってなって、うん、よかったですよ、ね、そんなマクガイヤーゼミですけど、ぜひみんなもマッドマックスを見てほしいんですが今日はマッドマックスと関係があるようなないようなフォールアウト特集です、なるほど。あ、僕はね、ちょっと痩せました。あ、そうなの。そうなんです。どうして？イングレスにハマってまだやってんですか？うん、やってます。あ、まだレベル13か14ぐらいなんで。そうですよ。で、ですね、マッドマックス特集は、どうしようかな、分かんないですね。その、うん、ただ最近のマクガイアっていう、はい、その月1で、はい、こう人のことを話す番組ではちょっと話そうかと思うし、うん、メルマガのネタにもう困ってるんですけど、うん、メルマガではちょっと書こうかと思います、うん。で、今日はですね、フォールアウトのゲームを、うん、特集とすることで、はい、千葉さん、はい、フォールアウトって知ってます？いや、全然知らなくて、はい、で、一応実況動画を見て予習はしてきたんですけど、はいはい、これね、一回みんなに聞いた方が、ね、はい、いいと思います、はい、みんなもやったことない。みんなはまずフォールアウト知ってますか？ないのやら、はい、ちょっとアンケート出します。アンケから知ってます、知ってます。俺知らない知らない、半分くらいかな、どうかな、どうかな。3からしか知らない。あ、3からで、3、4だけ知ってれば、まあ、3とノーゴミユーベガー。みんな結構知ってるね、うん、中国で5買った。5は売ってないよセスダのゲームをやらずしてどうする、うん、はい、結果表示します。はい、あれだいたい同じぐらい、333、6割が知ってはいると。そうですね、うん、まあ、7割、いや、うん、じゃあこれはね、一応だいたい知ってはいるけども、うん、やったことはないみたいな人、真ん中の人を対象にすればいいのかな、うん、映画じゃないですよ、ゲームです。それでいいの？じゃあまあ、はい、ちょっと進みますか。いいですね。今日はですね、まあ、まずどういうゲームかと言いますと、はい、まあ、これ有名なのがフォールアウト3なんですよ、はい、いきなり3の話ですけど、で、これがオープンワールドゲームとしてすごい有名っていうか、ものすごくよく出てきてて、はい、で、これでオープンワールドのゲームの魅力にハマったって人は多いんじゃないかと思います。
でこれがかなりヒットして、うん、日本でもヒットして、うん、で続編のニューベガスっていうのが出ました。でこれはですね、うん、一応同じベセスダっていうところが出してるんですけども、はい、ベセスダこの前に、うん、そのフォールアウト1、2とかブラザーフットオブスティールとかいうゲームがあって、うん、そこの制作会社が潰れて権利を買ったんですよ。へでもこのフォールアウトニューベガスは、はい、その潰れた会社に元いた制作者たちが、うん作ってると違う会社の名前で、うん、なるほど。だから結構血は脈々と流れているどころか、うん、実はフォールアウト3はファンが作ったゲームで、うんうん、フォールアウトニューベガスの方がこっちの方がジョークがきついんですけども、こっちの方が本物じゃないかと言われてて、うん、でまあどっちも面白いですよね。なるほど、うん、あれあのグランドセフトオートとか、はい、竜が如くみたいな感じの、はい、そのフィールドがあって主人公になりきって、はい、自分の好きなことをするみたいな。そうです、勉強してきましたね。話大体そんな感じです、はいうん、結局ですね、うん、でそういう、まあ、自分で何でも好きなことができるっていうゲームなんですけど、はい、一番特徴的なのは世界観で、うん、これはですね核戦争が起こった後のアメリカっていうのが舞台になってるわけですよ、うんうん、でこれを、まあ、映画の中ではこういうのが、うん結構ジャンルと一つのジャンルとして有名で、うんまあ、マッドマックス2がこのジャンルを作ったと言われてるんですけども、なるほどね、アフターマスとかフォックスとアポカリプスとか言われてます、うんマッドマックスはあれなんだっけ、核戦争後の社会であるっていうのはもう明言してるんでしたっけ。まあなんとなく、うんまあ、なんとなくなんとなく、うん、2の冒頭で石油が足りなくなって、うん、で動向みたいな動向みたいな、うん、だったかな、ちょっとね、なるほど、そうで明言してる、明言してる、うん、してる。で北斗の拳もマッドマックス2に影響を受けて、うん、作られたんですけど、うんうんちょっと最初に説明しちゃったのだからまずこのフォールアウト1、2とか、はい、フォールアウトタクティクスっていうゲームがありました、はい、これはポリゴンの 3D じゃなくて、まあ、こんな感じのクォータービューのゲーム でこういう血がドバドバ流れてるとか言ってるんですよ ねこれってなんかちょっと可愛いね、はいうん、で、これは日本語版出てないんですけど、はい、このブラザーホップトオブスティールっていうのは日本語版出てます、うん、これも基本的にはこういうクォータービューのゲームなんですが、はいまあ、一応この時点でもいろいろやれるという感じだったんですよ、はい、でこれ何年前ぐらいのゲーム、プレステ2、これはね90年代ぐらいです、90年代でこのブラザーオブスティールは2000年入ったか入ってないかどっちかだったかな、で、この時点では、はいまあ、まあ面白いゲームだったよねってことだったんですが、はいまあ、これ制作会社が潰れた後ベセスダが権利を買って、はい、でベセスダこの前に、うん、エルダースクロール4オブリビオンっていうのを作ってたんですよ、うん、これもそのオープンワールドのゲームを 3D のポリゴンで作り直したっていうゲームで、うん、でこれがものすごいヒットをした、うんうん、でこのシステムを利用してこれはファンタジーなんですよね、うん、ファンタジーでうまくいったから SF でもやろうっていうことで、うんうん、このフォールアウト3を作ったり、まあ、ニューベガスを作ったりしたということなんですが、はい、あ本当だ、よかったね、最高、スタオブリ大好き、へー、左に矢はスカイリムからですね、このオブリビオンのこれはエルダースクロールっていうゲームの、うん3かな、3か4だったかどっちだったかなのシリーズのナンバリングタイトルで、うん、オブリビオンっていうのは副題 で今出てるのが、一番新しいのがスカイリムってやつで、うん、スカイリムはもうこの超楽しいですね。オブリビオンはなんかね、うん、結構フラストレーションがたまるポイントがやっぱあったんですよ。なんかこういうのやりたいのにできないみたいな。スカイリムはもう何でもできる、そうオープンワールドゲームは結局何でもできるっていうゲームなんです、はい、なんかスカイリムだったら誰かと結婚するもよし、うん町の人を殺すもよし、うん、そんなことまでできるの、裸にひんむくもよし、はあ、みたいな感じで、でですね、あれですよ、食べるもよし、今回はそうです、うん、セカンドライフもできる、セカンドライフあったね、はい、セカンドライフゲな感じでゲな自分の家を作るっていうのをスカイリムではできたし、うんうん、で最近ですね、なんかこのフォールアウトの新作がなかなか発表されなかったんですよね、はいはい、これがですねこの 2,3 日前に今 E3 っていうのをアメリカでやってるんですけど、はい、そこで新作が発表されて、はい、観客みんなファンはわでニコ生で実況もされてたんです。あ、そうなんですか。みんなもうイエーイエーっつってて、うん、でそれで見ると自分の家も作れたりすると、うん、へスカイリムの要素を取ってましたね。あ、そうなんです。大ヤハ、島帰りたいって。そんなことないよ。どうですか、これね、次説明してもね、分かんないと思うんですよ。
で実際ちょっとやってもらうのを見せてもらえるということで、これから 3,40 分ぐらいみんなと一緒にプレイをしたいと思いますが、はい、どうでしょう皆さん。いいと思います。実況これね、ワニスター実況もできるんですよ。そう、初のゲーム実況、うん、じゃあやってみますか。やりましょうか、お願いします。じゃあちょっと準備いいですかね。はい、これが早速変わるかな。まさかの実況。そう、ここもワニスターですよ。そうなのよ。これやっぱりさ、でもさ、戦わないとどうしてもダメなわけ。そうだから戦うのもちょっとやってみましょう、まだ、ちょっと待ってください。志村さん初体験じゃん。丸が出た。あ、来た。これがですね、あのね、3はあります。ここがまず自宅です。はい、自分家。そうです。はい、でここで寝て、はい、こう左下に HP って書いてあるじゃないですか。はいはい、HP、まあ、ヒットポイントを、そう、はい、回復したりするわけで、はい、汚ねえって言われてるけどね。これがですね、はい、1人称視点で、これが3人称視点ですね。あ、これ見やすいね。はい、顔は顔はこんな感じで、はい、今こうパワーアーマーを着てます。強そう。じゃあパワーアーマー脱いでみますか。うん、女性なんでしょう。そうなんです。俺は一応女性でやってて、ちょっとね、久しぶりなんだよ。でこれを、まあ、脱ぐとてれーん。あ、かわいい。俺は女性なんでこんな感じ。あ、かわいいやん。これは顔作るときに30分とか1時間かけてすごくかわいくしました。これね、Xbox 版なんで MOD 入ってませんし、まあ、モッドか。モッドの説明は後でしますよ。ちょっと褐色な。そうそう、だからこれね、はい、フォールアウトは洋芸なんで、うん、みんな微妙な顔をしてるんですけど、はい、一応なんとか入る。そうそう、はいはい、これで裸で出るのは心配なんで、うん、一応もう一回着ときましょう。着ると、で行きます。でこれが仲間で一番強いやつをこう手に。すごい。何か話があるのか。あ、いきなり日本語で話しかけられると結構違和感があるね。一緒に行こう。電話ついていこう。はい、いいな。これアイル。で、これがですね、羊ロボットなんです。はいはい。俺羊ロボットはもうすごい、すごいですよ。おはようございます。何かご用はございますか。いいね。これね、ジョークも言ってくれて。いろいろやってくれると。このジョークが最高なんです。中年女性の確実な否認法は、たるんだ体を見せることでございます。うしゃ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 。これね、いっぱいやってくるんですけど、もうないかな。作成アレイの更新が必要です。あ、1回しかない。そう、あまり聞くと、もうダメです。いろいろね、ネタがね。いつでもお待ちしております。これ壊したりするのもできんの。あ、できますよ、やってみます。あ、でもどうだったかな、これがね、こうやって、あー壊しちゃった。あー、まあ、こうね、こういう風で、こいつのね、かわいそう、この中身とかをこう、はいはい、手に入れる部品を取って自分のアイテム化できると。こいつは、まあ、銃の弾丸みたいな感じで火炎放射禁煙料を持ってますね、これを取ったりできるんですけど、まあ、ちょっとね、これ、せっかくの、せっかくジョークを聞きたいんで、これやめましょう。そうだね。これでロードでまた最初の画面に戻ります。戻ると、でなかったことになかったことにできる。ね、こういうふうに今ちょっといろいろ試してる、はい、もう僕たちリセット世代ですから、はいはい、という夢を見たぞっていうところ、ね、そうだからこれでまた聞くと、はい、またジョークも言ってくれるし、はい、しかもこれランダムなんで、違うジョークも言ってくれる。あ、本当だ。最近体調が悪くてね、電子の数が減ってるのかもしれないと思って病院に行って、しゃしゃしゃこれね、意味がよくわかんないですよね。陰性と陽性っていう話、あ、そうなの、うん、じゃあ、なるほど、さすが、さすが志麻さん、ちょっとそういう意味か、ね、原子でね。いや、そうだけど、陽性っていうのは、はい、その妊娠陽性みたいな、はい、あ、そう、違う、下ネタ、違うの、あ、そうなの、え、違う、あ、そういうこと、そういう意味じゃ、なんで陽性でうしゃしゃしゃになるのかっていう。で、もうこれしかも英語版だと、はい、こうイギリス英語を喋るんですよ、これは。あ、バットマンのアルフレッドみたいな感じなんですね、きっと。なるほどね。で、舞台はもうアメリカと。そうです、こう核戦争で滅んだ後のアメリカで、核戦争だからこうトタンでこうできたりとかしてて、こう、まあ、完全にスラム街ですけど、この家はもう結構その、ね、すごいお金高かったんです。なかなかあれじゃないですか、ちゃんとした街があるじゃないですか。そうです。
ちゃんとした町です。最初は自分の家もないけど、そのお金貯めたりして買ったりするってこと。そうなんです。でこれ町の人にも話しかけられた。うん、これはね、メガトンっていう町で、うんうん、牛がいますね、うん。これ牛は2つ顔がついてます。それはなんかこれ2つの顔っていうのが、うん、やっぱ放射線みたいな感じなんですかね。うん、こうマッドマックスのフューリーロードも最初顔2つのトカゲとか出てきたじゃないですか。そうそう、だからそういうことなんじゃないの。頭2つがやっぱそういうことで、これこのバラモンも殺せるんですけど、うん、まあ、殺すとこの人怒っちゃうんですが、うんうん、こういうふうに家畜の牛を殺せるから、うん、インドでは発売禁止になったらしいです、うん、インドではこう神聖な動物なんで。で、うん、これね、多分知ってる人ならわかると思うんですけど、うん、ここにですね、うん、これ爆弾突き刺さってる。これ原爆が落ちてるんですよ、不発弾。マジか。でこう爆弾処理に成功したって、これ、はい、日本版ではこういう感じなんですけども、はいはい、アメリカ版だと、はい、この爆弾処理に、うん、まあ、わざと失敗して爆発させるってことができるんですよね。音もできるの、うん、そうするとこの町の人は全員死んじゃいます。そうでしょうね、はい、でそれが自分も死んじゃうんじゃないの。いやだからこれちょっと離れたり離れたりとかするので、うん、だから、うん、だからですね、うん、あ、こう今マホットまだ書いてあるじゃないですか。だからあれなんですよ、そのファットマンとリトルボーイってのが長崎と広島に落ちた爆弾、うん、はい、原子爆弾で、その形とほとんど一緒で、はい、で近くにこう近づくと、これ右上でチリチリ言ってるじゃないですか、うんうん、これはその放射線を主人公が浴びてると、うんうん、あ、チリ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 音がしてる。でこれがね、その1秒間に1と、うん、で、さっきの画面覗きましょう、うん、これでこれはこう腕にこういうさ画面のついた時計みたいなのをつけててこうやってるってことでしょ。そうです。あ、なんかかっこよさげな感じで、でこれで今見てみると、うん、ステータスでこの放射線が10溜まってると、はーはー、でこれが1000になるとちょっと死んじゃう。死んじゃうんだ、うん、なかなかね1000溜まらないんですよ。で、でも日本版だとこの爆発イベントが禁止になってる、うん、禁止っていうか削除になってるんですよね、やっぱり。なるほどね、うん、それでちょっと、うん、あのファンは怒ったりとかしたんですけど、うんうん、でねこれこうやってこの辺りは嫌だよ、水も飲めるわけです、うん、でもここは水は放射線でやっぱ汚染されてるわけです。そりゃそうだよね、今仲間が嫌な予感がするから飲むなって言ってるじゃないですか。でも、うん、これもうレベルが上がってるんで全然大丈夫なんですけど、うん、そうそう、海岸側とか組み合わせるとね、できるんですよ。だから多分ねこれ制作者はやっぱり、うん、この爆弾を爆発させるイベント、うん、そんなねこうなんとかして残したいと思ったんですよ。だからこうデータではセリフがあるし、うん、この爆弾を爆発させるためには、うん、なんかねこうある人物が必要なんですけど、ある人物が日本版では削除されてると、うん、でもその時だけ英語版に入れ替えて、うん、で英語版でそのフラグを立てて、うん、で日本語版に戻すとちゃんと爆発させることができる、うん、もう必死の抵抗をしてるわけですよ。さすがですよ、うん、春日みたい。確かに春日みたいと。全然可愛くないアイルですよ。でもねこれは実は女性じゃないかっていう噂もあったんですけど、でも公式にみんなねこう公式が否定してました。そう、まあこんな感じで、確かね、でもそれで面白いのはあの子供を連れ回してる嫌な大人とかいたりするんですけど、どこだったかな、どういうこと、見せ物にしてるとかそういうこと。いやだからちょっとね、うん、ロリコン親父っぽいのがいたりして、うん、ちょっとジョークがきついんですけど、これかな、うん、際どいね。際どいネタがいっぱいなんです。へお前ら天中調剤司祭はまさしく、ここはこれはこれはですね、うん、この原爆が、うん、あの崇拝されてるんです、この町では、うんうん、だからチルドレンオブアートムっていうのは原爆教みたいなことで、うん、でこれはですね、あの元ネタが猿の惑星でありました、うん、新猿の惑星、はい、ロクサルの惑星かな。みんなよく知ってるな、サルの惑星。ああ、サルの惑星に出てくる話なんだ。あ、に、うん、その原爆表みたいなのがあって、うんうん、それが元ネタなんです。あ、なるほど、そうか、そうか。これはマッドマックスだけじゃなくて、はい、いろんな映画とかいろんなサブカルチャーを元ネタにして、うん、それを詰め合わせでできてるんですよ。で、分かる人はもう本当それが面白いっていうことで、
まあ、ちょっとね、そこら辺を分からなくても面白いし、ドクターみたいに細かいところが分かるとよりおもろいと。そうなんです、うん、で今日はですね、それについていっぱい解説しようと思うんですけど、はい、ただこのゲーム分かんないでプレイしても面白いんで、はい、ちょっとそれについてはね、こう実況しながらにやろうと思いますね。なるほどね、はい、なんかどっかスッと行って戦ってみてくださいよ。マジですか、うん、じゃあそのロリコン、ロリペド野郎はまあちょっと置いときます、うん、置いといて、じゃあ外行きます、うん、外。これね、うん、ここからだとファーストトラベルできない、うん、これね、一回行った街は、うん、このワールドマップを出して、うん、いろいろ行けるんですけども、うん、やっぱりそんな都合のいいあれがあるんですね。一回外にいないとダメじゃないかな、うん、例えばですね、うん、一番いいのは、はい、このベセスダ廃墟っていうところなんですけど、はい、にワープTPS モードの方がいいになるのではTPS モードにするか。そう、ルーラみたいなやつね、うん、これはね、ベセスダっていう会社が作ってまして、はい、ベセスダ廃墟、北米の会社、え、北米の会社、そう、まあ北米っていうかアメリカの、アメリカの会社、うん、でベセスダっていう町に、はい、まあ、昔会社があったからなのかな、うん、で、なんかだからこのベセスダオフィスっていうのがあるんですよ。で、ここはですね、うん、レイダーがいっぱいいて、死んでるやん人が。ここでですね、こうなんかバグかなんかがあって、うん、特別なブックっていうか、特別なスキルアップの方が取れるんで、はい、何回も行って、うん、何回もこうこのレイダーを倒してるんですけど、うん、前に直前に行って倒したから、うん、もう死んでるんだ、うん、で、これはですね、いいですか、ここで3日ぐらい待つとリスポーンって言うでしょ、うん、あ、これね、今これ XBOX 友達が入ったりするとこういう風に出るんですよ、ね、あ、なんとかさんがオンラインです、うん、これ友達と協力して倒したりすることもできる。このゲームはできない、あ、できない。一応ね、俺も友達ちょっといるから、うん、友達ちょっといるんだよ、ね、それさ、協力してできなかったら友達いる意味何にあんの、まあ、このゲームはね、うん、でも、うん、そのなんだっけ違うゲームでこういろいろ一緒にできたりあ、ダメだな、これ3日ぐらい経たないとな。違うゲーム、うん、あ、そう、ネットの世界の友達、ネットもだよ、ネットもネットもだよえ、でもね、うん、俺実はリアルの友達としか XBOX は友達になってないから、知らない人はいないんだ。そうなんです、ずっともみたいに言う、そう、うん、よくわかった。その友達にいくら払ったの、うん、じゃあ友達がオンラインに入ったよって言ったら、うん、なんかいいことあんの、あ、お前もこのゲームやってんじゃんみたいなやつ、それゲーマジで、あ、ね、みんなフレンド申請してくれたら、うん、全然 OK ですけど、うん、多分俺があんまゲームしないのがバレるかもしれない、うん、なんだそれ、あの俺のゲーマータグはマクガイア33なんで、俺ちょっとね、その最後、このゲームは XBOX でも、はい、プレステでも出して、はい、では新作をどの ゲームで買うかっていうのはね、うん、すごい、どのプラットフォームで買うか、すごい重要なんですけど、それ最後アンケートで、それは最後、あ、アンケートもいいし、ちょっとねこうどっちを買うかっていうのをやりましょう。なるほど、ね、ちょっと待って、はい、これね、全然復活しないから、はい、どこ行くか、ちょっとやっぱり戦闘したい、どっか楽しいとこに行ってよ、楽しいだか、志麻さんがそう言うならしょうがないなんかどこ行くか、いっぱいアイテムを取ったり戦ったりしようよ。そうだよね、どこ行くか。で、一番強い敵がいるとこ行く、うん、この、うん、デスクローの聖域行きます、うん、大丈夫、倒せるどうかな、うん、どうかな、ちょっとこれなんかデザインとかいちいちかっこいいよな。オープニングめちゃくちゃしびれますね。そうなんです、あ、実況で見たんです、見た、素晴らしい、あれ素晴らしいです、うん、まあ、あれはね、いろいろ意味があるんだけど、それはまたちょっと、うん、やってみないとわかんないね、これね、こうロードの時にこうみんながこうつまんなくならないように、こうね、昔の新聞記事、あ、これです、あ、やばい、いきなりなんかすごいのが来た。デス様ことデスクローです、うん、はい、で、一回これね、時間を止めて、はい、狙いを定めたりできると、コマンド式オールプレイングゲームみたいにこうやることができるんですよ、はいはい、で、
あれ命中率が出てるわけでしょ。そうです。今僕手に持ってるのは剣なんで、うんうん、これでね、これ叩いてる、うん、いやでも笑わせるなっていうのは誰が言ったの？あ、敵？あれは仲間。仲間、うん、うやうや、あーあー近い、間合いが、間合いがっていうか一丁いっぱいいる。うりゃ、うりゃ、うりゃ、ちょっと待って、じゃあ10にするか撃たれたっていうのは、あ、あれ、だからこれデスクローは日本語喋んないから、うん、仲間、はい、ああ。ちょっと、あの、仲間を助けないと。仲間が今撃たれたっつってんじゃん。あ、これね、あれですよ、うん、面白いのは、うん、これいろんな敵と同士が戦ったりとかして、うん、今デスクローの廃墟に行ったんですけど、はいはい、この悪いパワードアーマーに突んだ敵まで出てきましたね。他のやつも現れてんだ、うん、どんどん出てきますよ。大変。じゃあなんかいろいろどっちから倒すかと考えたり。あ、かっこいいねこのエフェクト。もう倒しきれない。あ、で当たってない。あ、重傷。でも倒しきれてない。まだ戦ったうちに入らんぞ。あ、倒した倒した倒した。いや、倒れとる。へえ。で、これ倒したよ。倒したんで、はい、このエンクレイブソルジャーからいろいろ物をひんむきます。はい、いろいろ分取る。そうすると、からって書いてある。エンクレイブソルジャーからって書いてある。はい、あ、このブリーフと T シャツ姿になると。痛々しいな。こうやってね、こうやってこう連れ回せます。マジか。こんなか黒人なんですね。こっちみんな。こっちみんな。あ、うん、これこんな顔してると。なるほどね、うん。ブーツも一応奪ったよ。もうから。さすがにパンツは取らない。これ、うん、やっぱこれ以上はひんむけないんですけども、ないことになってる。そのモッドっていう、うん、そのファンが勝手に作ったプログラムみたいなのを入れられるんですよ。そうすると。いろいろできるんですね。いろいろできるわけね。それもね、後で紹介しますか。あったね、なんかね。そうね。でね、これ俺言いたいのは、あ、はい、ちょっとさっきのデス様からもいろいろ取っておきましょう。はい、デス様は今倒したやつ。でこういうふうにね、ちょっと途中でこういういろいろこう、うん、これはね、デスクローが人間食ったんですね、昔。なんで触るのそれ。昔人間食って、これね、いろんなものを全部触れますから。すごいね。で、やっぱデスクローが食った人間の死骸がここにある。やめてあげて。で、はい、デスクローはせっかく倒したんで、はい、あれどこだったの？おい、今倒したやつは下じゃね？下だっけ、うん、そうだっけ。デスクローからも、うん、あ、書いてる。こうデスクロー一家でしたね、うん、いろいろものを。志麻さんってゲーマーデスクローの手。ゲーマーじゃないんだけど、私ゲームの雑誌を作ってる版元にいたことがあって。さすが、だからよく知ってる、うん、じゃあゲーム機は何持ってるんですか、志麻さん。ゲーム機はね、今はそうライトゲーマーですね。3DS。 3DS。 じゃあ据え置き機はあんまり持ってない。持ってない。一応 Wii は持ってるけど、3年ぐらい起動してないの。で、こういろいろ。はい。取れると。でももうなんもないな。で、これでどこの奥に行けるの？あ、なんか緑色のものがあるよ。これなんでしょう。あ、何あれ？粘液の山。山。でも殻。何それ？もう取っちゃったってこと？そう。俺一回来たことあるんだよ。そうか。で、デスクローの聖域でここにいろいろあるわけですけども、うん、まあちょっと今回は紹介なんでね、うん、うんうん、まあこういうわけなんですが、うん、まあこれ結局ね、女子も裸にひんむけるわけですよ。ひどい話だね。女子をひんむいてみますか。そうね、やってみます。うん、なんかこう、あのパフパフできるみたいなのないの？これね、ホールアウト3ではないけれども、うん、この続編のニューベガスでは、うん、あのソープランドみたいなのがあるんですよ。召喚みたいなのがあるんです。本当、でちょっと微妙な顔の娼婦とセックスできたりとかします、うん。それはどのぐらいまでグラフィック出るの？結構際どい映画出るの？やっぱりね、うん、ちょっと暗くなってお楽しみでしたね、うん、みたいな感じ。あ、やっぱそうですよね。でも、うん、モッドを入れるとちょっと違うんですよ、これまた。偉いことやね。ちょっとね、ちょっと女をひんむいてる。これ、ね、レイダーっていう、なんか百科っていうのはあれなんですよ、はい、そのこんな世界何でもできるんで百科みたいなことなんですけども、うんうん、その法律も何でもないから何でもできる。で、うん、その百科のやつらがいっぱいいるところがあると、うんうんうん、
でそれがこのレイダーってやつなんですけど、レイダーの皆さんが暮らす、そう、あ、でも男だな、コミュニティがあると、そう、なんか虹色にしてるところがいっぱいあるんですけど、なんか蛮族みたいな感じ、やっぱり北斗の拳の悪いやつらみたいな感じですね。あ、女もモヒカンみたいな感じ。そうなんです、はいはいはい、女いないな、いない、夜だしね、寝てるかな、寝てるかな、寝るかな、確かに寝てるっていうのもあるかも。でこれ一度倒しても敵は復活するけど、うん、アイテムは、いや、これがですね、戻らない、復活する敵と復活しない敵がある、うん、でこれがね、奴隷です。このさっきのやつらが、うん、あのレイダーが連れてた奴隷、うん、で奴隷なんで俺には敵がないんですけども、一応ね、これをやると解放できるし、うん、あ、逃がしてあげたんだ、いた、でこれでひんむきましょう、うん、でもこれ男だな、男ですね、ひほら、こうやっていろいろ連れ回せる、あいやあ、こう死体で遊んじゃいます、やめて、女子もいないです、女子もね、いるはずなんですけどね、うん、寝てんのかな、確かにね、寝てる可能性もある、ね、今何時かとかは分からない、あ、分かりますよ、今は、うん、あ、これじゃない、あ、ここの11時、うん、11時、ガキの使いとか始まる時間ですよ、本当だね、怖いよ、全体的に暗いゲームって言ってる、本当ね、こう暗いよね、あ、じゃあ朝にしてみます。ここで時間を待機して朝にもできますよ。うん、だから12時間ぐらい、あ、まあ10時。待機したり睡眠とったりすると、こう回復したり、そうです、うん。っていうこともできると。でこのゲームは一応こう大丈夫なんですけども、うん、その次のニューベガスでハードコアモードとかにすると喉が渇いたりとかして、うん、だからせっかく寝て体力回復したけど喉が渇いて死にそうみたいなのもありますね、うん、そうなんですね、うん、でこういろいろ落ちてるのもいろいろ取れると、空き瓶取ったりで逆に置けたりもすると、例えばこのいろいろアイテムがあるんですけど、うんうんうん、いらない、これね、重さがちゃんとあるんですよ、うん、であまりにも重すぎると動けなくなったりとかして、アイテムを取りすぎると走れなくなったりする、そう、妖怪よくありますね、こういうシステム、はいはい、だからやっぱ日本のゲームはほとんどないんですけど、で弾もやっぱり数がいっぱいあるってこと、うん、リアルよね、はい、さっき拾ったデスクロの手を捨ててみますか、うん、捨てるとどうなるの、これを X で捨てると、うん、ポイッと、ポイッとな、ポイッとな、あれ落ちてない、あ、落ちた、あ、落ちたこれですね、うん、で、ははあ、そうか、またこれ倒したんだな、誰もいないやん、前来た時に倒したし、すごいね、殺戮の限りを尽くしてる男ばっかひどい話やね、あ、でもなんか引き込み線がある、あ、列車走ってる、あ、昔走ってた、昔走ってた、そうそうそう、うん、あ、でもなんか人の暮らす痕跡が、ね、こういう作り込みはね、いいんですよ、すごいねこれ本当に64でマリオがまっすぐ動かせなくて挫折したんですよ、こういうゲーム、あー、このゲームは、うん、2008年か9年かな、うん、意外とこっちの方ができるのかな、操作買う気はないでしょとかね、あれプラットフォームか買わなきゃいけないもんね、そう、これ一回来たから、うん、ちょっと欲しいかもしれない、あ、いいか、うん、まあちょっと先に進みますか、そんな、はい、いや、いろいろこれやってみましょう、はい、これね、町の無実の人も殺せるわけですよ、うん、なるほど、ちょっとやってみますか、うん、それセーブしてなかったことにしてえ、なんか辛いから、うん、辛いから、ね、町がいろいろあって、どの町行ってみるか、みんな行きたい町とかある、あ、俺は FPS 視点だと酔う、このね、どうしようかな、空母行こうよって言ってるよ、空母がリベットシティでしょ、うん、リベットシティどこだったかな、あ、そうそう、歓楽街みたいのがあったら面白いんだよな、あ、これじゃあ、うん、行きましょう、はい、空母の町、ルーラールーラー日暮里、
あ、有名人とか出てこない。これね、大統領とか出てきます。出てくる、それは結構話の鍵にかかってます。生きてるってこと。それがね、それがちょっと大事なんですけどね。あ、言えない。でもね、はい、そういう大統領のこれラジオも聞けるんですよ。はいはい。ここで、じゃあこの世界のどこかに放送局があるんだ。そうなんです。で今これ、ちょっとクリアしちゃったんで、聞こえんな、この2つなんですけど、あ、本当だ。 NR の3ドッグだ。ギャラクシーニュースラジオ。ニュースの時間だ。これニュースを聞ける。彼女から派遣された残酷な傭兵連中についての情報が、特にダウンタウン DC のあたりから、これ聞きながらプレイすることもできる。できます。できる。できます。そう、結構電波いいよね。本当だね。そう、これ、ね、さっきのタロン社のこと、まあ、ちょっとうるさいから、ね、うるさいからね。あ、じゃあなんか音のない世界でもラジオついてたらちょっと寂しくないね。そうそうそう。あ、来ました。こんにちは。今勤務中なの、さっさとして。あ、女性だったとか。女性ですね。あ、バイバイ。まあ、これね、こうあれなんですよ、こういうでかい船なんですよね。船を改造してるわけです。で、船っていうか空母ね、うん、で空母を待ちにしてあると。なるほど。ちょっと中入ってみますか、せっかくだから、うん、あ、中に市場もあるの。アメリカといえば空母ですか、うん、面白いね。面白いでしょ、うん、ちょっとセーブしよっか一応、うん、これって相当昔の作品。いや、だから5、6年前ですね。5、6年前でみんなずっとやってて、4が出て発表されて、そう、まあその前に、うん、そのニューベガスっていう番外編みたいなことなんですけど、うん、こういうね、フォートバック洋服店にようこそ。ここはね、市場になってるわけですよ。ほんとだ。あ、女いますね。ここは安全そうね。あ、でね、うん、まあ、これだん、どうしようもないの。こういろんな話をする、身の上話をしたり、身を巻き上げるわ。で、そのうち死ぬわよ。うん、いいですか。それでですね、ま、これですね、うん、仲良くなって、まあ、こんな感じなんですけど、はい、これでですね、これからステルスということになってるわけです。揺るがなき心は何事にも勝る。あの、まあ、ちょっと一見、逃げられないわよ。そう、一見なんか、うん、こうしゃがんでるだけらしいに見えるかもしれないですけど、うん、こうね、これで盗みを働くこともできると、うん、まあ今はね、こう見合いだと、ね、盗み、じゃあ万引きとかスリができるってこと。そう、こうやって。はー、でも今はね、こう完全にバレてますけど、ね、スリ、へー。で、今ね、スリをしようとしたんで、この警備員に怒られて、うん、あ、それでなんか それっぽいことを言われたと。で、ね、これで、はい、あ、撃った。で、撃った。そうすると、うん、もう超怒られると、うん、超怒られるんですけど、うん、わお、今の俺は結構強いんで大丈夫、うん、でもカルマが低下してますね。わお、ひー、 でこれはお供は何があってもこの主人公の判断に従うわけだ。こいつね、こいつ死んでない。こいつ無敵キャラだったのかな。そんなやつもいんの。いますよ。で、うん、さっきの女を、ひんむいてみますか。どこ行ったかな。どうして、どうして無敵の人がいるの。なんかね、こいつが死ぬと、はい、クリアできないイベントとかがあるんで、はい、無敵になっちゃう。あ、そういう理由で、これかな。カオス。ひぃ、これはなんか中を、まあいいや。ひぃ、そうか。そうやってじゃあ選択肢とかによってすごい悪いやつにもなるし、すごいいいやつにもなれるし。そうなんです。イベントも選べるし、善人プレイとか悪人プレイとかができるわけです。先ほどカルマって言ってたのは、そのいい人道みたいなやつ。そうです。ひでえ話だな。で、これで、うん、女をひんむくと、うん、こんな感じになって、うん、なるほど。ちゃんと、うん、あれね、スポーツブラみたいなの着てますよね。はいはい、はい、あ、綺麗な人だ。で、うん、
やっぱこれ以上向けないわけなんですけど、しかもこう名前も出ると、そうなんです、うん、でちゃんと胸も大きいと、うん、だから僕、うん、セックスだった時代が、うん、まあ、今もそうなんですけど、うん、ちょっとどうしてもこうムラムラっとした時に、うん、ゲームでもするかって言ってこういう女性を殺してひんむくと、うん、なんかちょっと興奮しちゃうんですちょっとこれなんかちょっとエロいじゃないですか、これほら。ちょっと今日手元にハンマーがないんだけど、ここなんか今日ここでいるべきだった。ちょっとエロいじゃないですか、なんか、うん、これが。ちょっとつうか、かなりい…おまわりさんこっちです。おまわりさんこっちです。はい。はい、行っちゃった。はい。ここはね、下にね、こう遊んでしまう。ハンマーが来たのに。はい。でも今日画面に映らない。まあでも俺ね、目覚めが悪いんで、はい、ちょっとね、うん、こう…という夢を見たな。という夢を見たそういう音で分かるか叩いて。ここで。あ、一応これね、画面。はい。はい、じゃあという夢を見たなということで。はい、あの、そう、まあそんな感じなんですけど。うん、でも基本的にああいうふうにその街を破壊したりしても自分が得になることは、うん、ほとんどない。ほとんどないわけでしょ。はい、しかもこれやっぱね、うん、こうアメリカは子供を殺すのに厳しいんで、うん、子供は無敵、うん、子供は無敵、ああよかった、はい、ハリウッド映画と同じですね。まあこんなわけなんですけど、はい、ちょっと面白いとこ行ってみますか。はい、あのですね、これ、うん、キャピタルウェイストランドっていう、うん、まあ場所が舞台なんですけど、うん、キャピタルって意味わかりますよね。つまりこう首都なんですね、うんうんうん、だからですね、これホワイトハウス、まあ、ワシントン DC なんですよ。はいはい、ワシントン舞台はワシントン DC なんで、うん、でもホワイトハウスはぶっ壊れちゃったんですけど、うん、でも他のところは残ってます。例えばこのリンカーン記念堂っていうところが、よく映画でも映るところなんですけど。あ、じゃあもうワシントンの地理の通りになってるの？ちょっとね、縮小されてますけどね、うん、ちょっと。これあれですね、これリンカーンの、さっき誰かコメントあったんですけど、うん、これリンカーンの像とかここにあるわけですよ。あ、本当だ。まあ超すごい廃墟ですけど、うん、これ廃墟のね、こう、これです、これです。本当だ。廃墟の魅力もありますよね。また会えてよかった。っていうちょっとなんか変なやつが演説してるやつがいる。でこれがリンカーンですよね。顔が見えない。引きじゃないと見えない。引きで見てます。あ、見える見える。 で映画だと、うん、こっちにオベリスクとかあるんですけど、はい、ありますね。ちょっと破壊されてますよ。で本当だ、なんかゲームは旅行です。だって本当だねで、よくここの水の周りをね、前キャプテンアメリカがこの周りを走ったりとかしてましたよね、映画で。フォレストカンプできたね。そう、フォレストカンプにもありました、うん、有名なとこですよ、ね、で、うん、まあ、ここが有名なとこ一つで、うん、ここはワシントン DC なんで、いろいろありますよ、うん、例えば、うん、あと地下鉄も走ってるし、そう、ワシントン博物館もあるし。へー、眠ることで重傷を負っていた体の部分も治ります。そうなんです。そうか、割とそういうワープが使えたり治ったりっていう。これ警備してますね。あ、本当だ。移動を続けろ、ベリストロで、ほほー、これです、これが記念館で。ただここはですね、3つぐらいの勢力がもう覇権を争ってる、すごい危ない場所なんです。そうなんですか。だからこう塹壕とかになってる。あ、本当だ。こういうのが楽しいですよね、はいはい、だってこの前で戦闘なんて絶対できないじゃないですか、現実では、うんうん、でもゲームならできると、うん、だからやっぱね、こういう日本でもこういうゲームが発売されてほしいなと思うわけですよ、うん。例えば日本だったら国会議事堂の前で戦闘するとか、うん、東京ディズニーランドで戦闘するとかやりたいじゃないですか、うんうん、で、ですね、ここら辺に博物館が確かあったんですけど、うん、あ、公共でやりたいよね、やりたい、うん、でもやったら問題になるかもね。ゴジラのゲームならあった。あ、でも渋谷っちゅうゲームありましたね。ありましたね、うん、渋谷封鎖されたなんとかかんとかみたいな。そう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 、一応殺しておこう。
あ、死ぬ。あ、何？これで、うん、とどめを刺すときは、刺すとこういうね、いい画面になったりしまして、うん、で、このミュータントマスターとかグールとかいった、はい、まあ、こういう化け物みたいなとかですけど、はい、こいつは人間じゃないんで、はい、こうバラバラにする表現ができると死ぬとね、なるほど。でも人間は規制がかかって日本版ではバラバラにならないんですけど、洋、はい、版ではこうバラバラになるんですよ、はい、なるほどね、うん、あ、なんか味方がどっかで戦ってる音がするね。戦ってる、うん、ただのウォームアップ。こいつはね、このフォークス君すごい強いんで、超強い、そうそうそう、すごい役に立ってくれる。超ビームみたいの出てるやん。あ、今彼にはミニガン、うん、ビームミニガンみたいなの持たせてて、何かトラブルでもあったの？これね、うん、こう装備品を色々できる。いいと思う。あ、でも今装備してるから、うん、出ないのかな。あ、交換したりもできると。そうです。ではついていく。で、こいつからも実は盗みとかできて、うん、それ意味あんの？あ、ダメだな、一回分かれないとダメだな、うん、だそれを使った爆技とか装備品交換とかもあるんですけどね、うん、ライトつける？ちょっと待ってみる。ライトつけた方がいいんじゃ。あ、なんか撃たれたよ、撃たれたよ。間違えた今。間違えたこういうスナイパーライフルとかもできるわけです。はいはい。あ、すこのエフェクトかっけー。あ、でもめっちゃ撃たれてるよ。いや、今ね、これは撃ってる、うん、撃ってる、うん、ここね、結構、うん、その戦闘が激しいんで、うん、なかなかね、ここね、いろいろ近づけない、殺さないと、うまくいけないんですよ。やりたくなってきたでしょ、みんなも。大丈夫、ついてきてる。で、ちょっとね、こう敵がいるからね、うん、微妙微妙、ほんと微妙、うん、昔やったビューティフォー、いろいろ飛び散りすぎ、ほんとね。だってね、おむつは消毒だって言いながらいろいろわけで、ね、火炎放射器とかもね、あるんですよ。いろいろ武器使ってみますか。いいことやね。あるかな、火炎放射器。あ、すごい、ほんとだ、アサルトライフル、ショットガン。でももちろん弾がなくなったりするわけでしょ。なるほど、ね、その時は補充しますし、すこれ未来のゲームなんで、はい、こういうこうビームガンとかも、あ、ビームガンもある、プラズマライフルとかもできるわけですね。あ、必殺技とかないの？いや、なんかね、あったな、うん、なんかちょっとあった。コマンド入力でなんかなんかね、後ろに下がりながらパンって打つとすごいいいパンチを打てるみたいなのが、うん、ちょっとね、そのニューベガスではありましたね。へー、これ行きましょう。歴史博物館。はい。ぬかランチャー。ぬかランチャーはね、一回家に帰らないかな。まあちょっと後でやってみる。はい。ちょっと。そして、ね、歴史博物館に来たよ。はい。うん。ここはですね、博物館なんですけども、うん、まあこのですね。うん。世界はやっぱりみんなで住むところが不足してるんで、ここも街になってます、うん、なるほど。トイレだ。あ、そう、トイレもね、よくできてるわけですよ、うん、これ水とか飲めるんですよ。へー、この汚さ、ね、はい、アクション、これね、便器の水も飲めます。へー、てで、こう、あ、でも汚染されてるよ、そうなんです、うん、でも、喉が渇いた時にはもうしょうがなく飲んでた。これはね、水を飲むと、うん、体力ちょっと回復するんですよ、このポールアウト3の場合、うん、だから最初のうちは、うん、あの死にそうになったら便器の水でも飲まないといけないという、この屈辱忘れるべきかみたいなことになる。なるほど。これ絶対人を殺さないで進んだりすることは不可能。いや、やろうと思えばできますけども、できる。ただカルマの高い悪人を殺したら、うん、殺した悪人なら殺しても、うんうん、自分のカルマは下がる。下がらないっていうか悪人にはならない。なるほど、ね、悪人なら殺しても全然 OK。 あ、そうなんだ。そう、そう、これね、みんなちょっと書いてるけど、ここはね、グールっていうゾンビみたいなやつがね、あ、本当だ、住んでる町で、うん、でもこいつらはあれなんですよ、うん、この放射能の世界に耐えるためにグールになってるんです、うん、だからこう見た目化け物だけども、うん、ちゃんとね、あの知性があるし、うん、もうこう、ある意味に普通の人間よりもこうちゃんとおとなしかったりとかする、うん、
でも人間から差別されてるんで、こういう場所とかの他の場所とかに隠れて住んでると。はい、でね、俺美人とかいますね。あんたにぴったりの品物が入ったのよ。見てみる？ねえ、いいでしょ？ご商売をされてるんですね。そうなんです。見てって、すべて稼働品よ。チューリップか。これはね、武器屋さんか。武器屋さん。さっき言ってた、火炎放射器じゃ買ったっけなんですか。火炎放射器買って、多分ね、弾もあるかな。ちょっと好きかも。これね、これこういう風にゾンビになると不老不死になるの？というか、なんかね、すごい、あの寿命が伸びるんですよ。伸びるんだ。この放射能に汚染された日本じゃなかった、アメリカでも。はい、ぬかランチャーは自分でつけないといけない。なんか買ってんの今。あ、いいか、で、これで決定で、買った、なんか買った、またすぐに来てね、約束よ。いい人や。そうなんです。いい人や。で、いいですか、見てくださいね、これが私です。はい、ちっさ、味方がでかいのか。さっきの武器を、あ、こいつら嘘つくからな、だって。嘘つくやつらもいる。嘘つくやつもいるんだ。火炎放射器を装備します。はい、で、何、あ、こら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 こうやってね、汚物は消毒だからできる。人様のこら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 ギャー、カルマが低下しました。汚物は消毒だからできるわけです。ギャー、でもこうすると、このね、この町のやつらを全員敵になっちゃうわけですね。そりゃそうだろう。クリティカルヒットっていう笑顔が出た後、カルマが低下しましたっていう。こいつらも全員裸にできるし、仮想対象とかうまいことを言えて、さっきのチューリップさんも、裸に死んでもうた。チリップさんもちょっと巨乳でしたね。はは、まあ、こういうこともできると。なるほど、もう何でもできると。でもちょっとやっぱりチューリップさんかわいそうなんで、っていう夢を見たような気がするなっていう、失敗もね、今失敗もいる。さっきから、いや、これ、ね、夢か、向いたり向きたくなるでしょ。はいはい。でここにですね、カロンっていう別の傭兵がいるんですけど、ちょっとカロン君がですね、一番人気なんです。カロン君、何、傭兵って味方ってこと？いや、パートナー、これ仲間を何人か連れて歩いてるんですけど、いっぱい仲間でいっぱいにすることもできる、ね。そうなんだ。へえ。あ、いや、最高。普通のやり方だと、この人の仲間一人、で犬一匹かな。そうなんだ。じゃあ、なんか軍隊みたいにすることはできないのね。今んとこできないんですけども、それもね、モットーを置いてると、あ、さすが、よく知ってる。カロン2階か。2階でしょ、犬。もうね、アズクハルはね、殺しちゃったんで。それもあるね。あ、それも後で説明するかも。すごい、やっぱみんな詳しい。みんな、俺より、俺がやるよりみんながやった方がいいんじゃねえのかな、これは。かもわからん。実はね、これちょっとね、あれなんですよ。揉み場にいるっつってるよ。あ、水の居場、2階の、2階。ちょっとね、これ資料を作るのが忙しくてね、このゲーム、その1年ぐらいやってなくて、で、そのもう一回やり直したのがね、もうつい最近なんです。あ、何この人、パジャマだ。これは雑貨店だな。雑貨屋さん、雑貨店かな、違うか。そう、今日はゲーム実況で、まあ、ゲーム実況ね、もうそろそろ終わりにしますから。3をやっとるよ。そう、どこだろう。いるかな。これはね、ミスタークローリーっていうちょっと悪いやつ。最終目的は何？あ、そうそう。このさ、ゲームのなんかクリアの目的とかはあるの？お父さんを探してるんだっけ？なんかですね、メインのお話っていうのがあって、そう、お父さんも関わってるんですけど、そのお父さんの手伝いを最終的にして、ちょっとこの世界の、あれ？ちょっとこの世界のですね、あの、そう、水をきれいにするってことなんです。
でこれはね実はもうそのメインのストーリーがクリアしたんで、うん、水はちょっと綺麗になってますが、うん、しかしその水の綺麗になった後の世界も一応プレイできる、うん、なるほどね。だからこれ結局エンディング3はエンディングないんです。なるほど、もう永遠と永遠にこの世界で暮らしていける。うーん、どこだったかな。まあいいかいいか、カロン君は。まあ諦めるか。本当忘れた。もう1時間だからちょっとね、うん、そろそろ俺実はちゃんとパワーポイントを用意したんで、今日は実況だけでは終わらない。今日は実況だけでは終わらないよ、はい、まだあるよ。で、だいたいどういうゲームかみんな分かったかな。OK、今ならおやす。パワーポイント分かった。さっきのその、まあいいか、とりあえずこんな感じで、こんな感じで、つまり何でもできる、うん、そして核戦争後のアメリカが舞台で、うん、いろんな名所もあると、なるほど、いうことを皆さんお踏まえください、はい、というわけでとりあえずじゃあこれで終わりにします。お前らは誰なのっていうのは私らのことだろうか。でこれちょっとドクター・マクガイアとアシスタントです。合点合点、はい、あー帰ってきた。というわけで実際のプレイが終わって、という感じですが、世界だとまあですね、これでみんな一応プレイしたという体で、はいはい、でこのゲームはどういうふうに面白いのか、どういう意味があるのかっていうことを、まあ、いつも通りパワポを使って説明したいと思います、うん、なるほど。はい、今後もゲーム実況してほしいっていうのが嬉しいコメントがありましたね。素晴らしい、はい、面白いね。ちょっとね1時間ぐらい経ってしまいましたけど、うん、ちょっとこれで有料行くのは心苦しいんで、うん、本当だね思ったより長くやってしまいました。そうちょっとね、はい、はい、じゃあまあそういうわけでみんなオープンワールドゲームっていうのが分かったと思うんですけど、はい、それこれはですね、うん、フリーロームノンリニアってことがあるんですが、うん、つまりフリーロームっていうのは、うん、フリー自由にいろいろうろうろできると、うん、しかも一本道じゃない、なるほど、 FF じゃないってことです、はい、はい、FF ディスった今、ディスったちょっとディスったFF やったことあります？あるよ。 FF 面白いですか、うん、いやどうかな。う、俺 FF10 やったことあるんですけど、うん、なんか、うん、いつ自由になれるんだろうって思いましたね、うんうんうん、ずっと言われたことやってる感が嫌なのね。はい、で、そういうわけで、この2つが一応定義とされてるんですが、うん、もう一つの定義があると思うんですよね、はい、それはですね、ここで生活するだけで楽しいと、なるほど、いうことで、うん、これはですね、続編のニューベガスに出てくる、うん、こう仲間たちですね。何これ超楽しそうだね。だからフォックス、さっきフォックスって言ったのがいたじゃないですか、うんうん、このニューベガス、続編のニューベガスでも、うん、このスーパービュータントを仲間にされてきた、うん、なるほど。でさっきですね、うん、会おうと思って会えなかった人がカロンみたいなやつの、うん、つまりいつも皮肉ばっかり言うグールっていうのもいると、うんうん、で女の子もいるし犬もいる。犬はですね、フォールアウト3で犬はすごい死にやすいっていうのがみんなの不満だったんで、うんうん、ニューベガスの犬はサイボーグになってます、うん、パワーアップしてすごい強くなってる。しかし、うん、このサイボーグの犬はモフモフしてないから嫌だと、うんうん、もう勝手なことをプレイヤーは言うわけですね、うん、モフモフしさせてほしいよね。だからぜひ4ではモフモフした犬で、うん、強い強い犬を出してほしいなと、いうことなんですよ。ぜひ、はい、はい、でさらに面白いのは、はい、時に予想できないことが起こると、はい、さっきもありましたよね。あった、デスクローを倒しに行こうとしたらエンクレイブがいたと。化け物と戦ってたのに後ろから撃たれたね、はい、でこれはね、たまに化け物同士も戦うんですよ、うん、このスーパーミュータントと、うん、でっかいサソリが戦ってるんですよ、うんうん、でそれを俺たちは指をくわえて眺めてて、うん、はあ、世界ってこういう風に動いてるんだと思うわけです、うん、終わった後に略奪だけもできる、ね、うん、これすごいのは、うん、そのパッチを当てる前のフォールアウト3は、うん、重要キャラがこういう風にこうモンスターにやられて死んじゃって、うん、イベントを進めようと思っても進められないっていう時もあった。パッチを当てる前って何？これですね、うん、Xbox もそうですし、はい、プレステもそうなんですけども、はい、いろいろはバグとか、うん、こう不都合とかがあるわけですよ、普通にゲームを楽しむために。
でそれをなんかユーザーから要望が寄せられると、うん、メーカーの方で、うん、その修正プログラムみたいなのを作って、それを修正のことか、そう、はい、それをネットを通じて配信できるわけです、うんうん、これはプレステ2とかではできなかった、うん、一応3とかになったからできたことということ で、ね、でそれを修正プログラムパッチっていうんですけど、うん、その修正される前までは、うん、重要キャラが勝手に死んで、うん、別にこれ何もやってないのに、うん、このイベント進められないみたいなのもあったんです、うんうん、なるほどね、まあ、やっぱりこうね、何万とこう分岐があるとそういうことも起こるよね。でその、うん、まあ、モンスターに倒されるんならいいんですけど、うん、なんか街の中にある異次元の狭間みたいなのにはまって、うん、いなくなっちゃうっていう時もあった大変だったんです、ね、大変だった。だから人によっては、うん、こんなバグとかフリーズばっかりのゲームなんかやれるかって言って怒る人もいるんですが、しかし皆さん、はい、バグがあるけども何でもできるゲームとバグは全くないけども一本道のゲームと、うん、どっちがやりたいですか。なるほどね、うん、そして、うん、バグを全部直したら、うん、まあ、10年後ぐらいに発売できるかもしれないっていうゲームと、うん、バグが一応あるんだけども、うん、今年の11月10日にやれるっていうのと、うん、どっちやりたいですか、うん、皆さん、うん、俺は11月10日にやりたいでこうやってる間にバグがいっぱいあっても11月10日にやりたい、ね、修正もされてるらしいとね。そうなんです、はいはいはい、ほらパチパチパチとか言ってるじゃないですか、みんな優しい、なんかいや、まあまあね、まあ、一応、まあ、日本版は今年の冬だけどね。でもこれもね、今日友達と話してたらジャパネットか、どうせ、はい、冬って言っても正月ぐらい、はいはい、正月先生に間に合わせるために12月末とかに発売するんじゃねえのって言ってましたね、クリスマスね、うん、ね、いや分かんないよ、うん、スーパーロボみたいに3月24とか3月31とかに発売するかもしれないよみたいなこと言っといたんですけど、うん、はい、早く発売してほしいですね。で、それでですね、さらに作り込みがすごいと、はい、今回もねとかさっき見た画面でも本当だね、すごいね。デスクローの巣の中に犠牲者の骸骨みたいなのがあったじゃないですか、はい、もうビニーリサイニーリ、このだってこのさ床の剥げた感じとかさ、すごいですよね。これ何かあったんですか、出る人いるんだよ、何かあって首ちょんぱになってるんですね、うんうん、でこういうのがいろいろ面白いのがあって、うん、例えばこれは、うん、なぜか、うん、机の上にバラバラ死体があると、うん、でなんかですね、うん、とも日本の規制だと人がバラバラになるシーンはダメだけども、はい、バラバラにもうなってしまってるところは多分大丈夫。なるほど、だからバラバラになってますね。はあはあ、で、はい、例えばこれです、はい、これは冷蔵庫の中に骸骨がいますよね、はい、島田さん、あのインディ・ジョーンズ4クリスタルスカルの王国って見たことあります？あ、見てないかも。あれは最初ですね、うん、あの主人公のインディがもうおっさんになったインディ、うん、初老になったインディが、うん、なんかネバダの核実験施設になんか紛れ込んで、うん、で核実験がもうそろそろあると、うん、核実験をなんとかやり過ごすために、うん、冷蔵庫の中に入って、うん、こうなんとか逃げるっていうのがあったんです、うん、え、それ冷蔵庫の中に放射線とか入ってこないよって思うわけじゃないですか、うん、で入ってこなくてインディは、うんうん、間一髪助かったという嘘みたいなギャグシーンがあるんですけど、うん、でそんなの無理じゃないですか。無理ね。だからこれ無理だよっていうのがある、うん、これはこいつインディアンです本当、そういうギャグなんです。本当、これニューベガスでありました。あ、そう、まあ、これはインディですね、ダメだった。それ分かった。これはね、うん、このニューベガスは、はい、モハビウェイストランドっていう、はい、まあ、西海岸のモハビ砂漠っていうのが舞台で、うん、まあ、そこはね結構核実験とかも、まあ、ネバダ州に近いから、はい、核実験場があるんだろうっていう、まあ、小ネタですよね、小ネタ。いきなり豆腐屋のマークがついたトレノが街を走ってるみたいな、そういうやつです。うん、うん、うん、それ小ネタだよっていうことの例、なんて言えばいいのかな、分かりにくい。まあいいか、続きに行こういきなりあれですよ、はい、その踊る大捜査線見てたら、うん、この間古畑警部補がみたいなこと言われるみたいなやつですよ、うん、はあ、大丈夫、あ、大丈夫、大丈夫、分かってるよ、分かるけど、うん、うん、分かった、そういうやつ、うん、分かった、分かった、はいで、例えば、まあ、こんなのがあるわけですね。これ遊んでたんでしょうね、はい、こういうのがいっぱいあって、うん、なんかちょっとした、うん、あのピタゴラ装置みたいなのもあったりします、うんうん、まあ、でこういう作り込みがすごいというわけですし、でこれはですね、オープンワールドゲームはこう、まあ、大小、うん、まあ
中小っていうか、はい、多くなかれ少なかれこういうのあるわけですし、そうね、でちょっと歴史を紐解いてみるとですね、はい、そのまあオープンワールドゲームが有名になったのって、はいはい、まあその日本ではまあスカイリムとかホールアウトなんですけども、はい、その前にですね、はい、グランドセフトオート3っていうのがありました。これすごいね。あ、よく知ってます、うん、これ車泥棒のゲームで、うん、初めてポリゴンでオープンワールドを表現したと、うん、犯罪やりたい放題。そうなんです、うん、だから犯罪もできるし、うん、まあ、善人プレイもやろうと思えばできる、うん、できる、はい、人を殺すのもできるし殺さないのもできると、うん、いうゲームで、うん、特に4で面白かったのは、うん、4は、うん、もう本当にどんな人でも殺せるんですけども、どんな人でも殺せるから、うん、殺した後のちょっと嫌な気分感が半端ないと、うんうん、このゲームもそうでしたよね。だからこのフォールアウトも、はい、あんなに善人ばっかりのグールを殺すと、うん、ちょっと嫌な気持ちになるわけです。そうだね。でどう思います、うんうん、このシステムとして、うん、街の人殺せないっていうゲームと、うん、システムとして街の人を殺せるんだけど、うん、嫌な気分になるゲームと、うん、どっちがいいと思います、うん、つまり、うん、僕たちは、うん、まあ、一応この世界を良くするために生きてるわけじゃないですか、うん、でこの世界を良くするためにゲームを作ると、うん、でこの世界を良くするためにゲームの中でも人殺しができないようにしようっていうのにするのと、うん、この世界を良くするためにゲームの中でも人殺しはできるんだけども、うん、嫌な人殺しをしたら嫌な気分になるようにしようっていうのとどっちがいいと思います？あ、それは表現の話にでしょ。だからそれを批判するためにあえてそれを表現する必要もあるっていう話でもあるでしょ、うん、でもですね、うん、このグランドセフトオート3は、うん、日本ではあまりにも残酷なことができるからっていうことで、うんうん、青少年規制とかされたんですよ。そうでしょ、そうかもしれないね、うん、でも、うん、いやこれは人を殺して嫌な気分になるんだったら、うん、そっちの方が教育としてはいいじゃんと思います、うん、でもドクターのように必ずしも嫌な気分になる人ばかりじゃないかもしれないよ、はい、そうです、うん、それはゲームの作り方次第なんです、うんうん、そうかな、そうなんです、そうか、で4はグランドセフトオート4は、うん、そういう人を殺して嫌な気分になるところがたくさんあった、うん、いいゲームですよね、うん、まあ、そういうわけで、うん、だからこういうオープンワールドゲームはそういうふうに表現形式としてこう自由、うん、さらにその奥深い表現点を手に入れたわけなんですけども、はい、それね、ポリゴンで 3D で表現される前もいろいろありました、はい、このエルダースクロールシリーズっていうのは、うん、2まではこういう 2D のゲームでしたね、うんうん、出たビキニ鎧ね、はい、これ、はい、意味あんのかっていう疑問ですけど、そうそう意味はあるんですよ。俺たちがエロい気分になるっていう、ね、ダメですよ。だって、はい、これ重装甲だったら、はい、全然楽しくないじゃない。そうだね。で、まあ、そういうわけで、はい、こういうのが有名だったんですが、はい、日本でも実は、はい、あ、これオープンワールドゲームなんじゃねえのっていうのがありました。はい、例えばシェンム。はい、あ、これ思った、そう、時のオカリナ、ここにオカリナ、そうだよね。でもこれよく考えればこれも、うん、オープンワールドだったんじゃないのかなって思いますよね。そうですよね。時のオカリナもなんか生活っぽいのありましたしね、うん、あったあった、割と自由がかなり効く。エポナに乗ってハイアル一周観光旅行とかやってた人いましたよね、うんうん、で、うん、初めて 3D でオープンワールド表現されたのは、はい、このハンターっていうゲームだったらしいんですけど、はい、日本でもその系譜はオープンワールドって言葉が出る前からあった、あったと。さらにシェンムーって、そのシェンムーっていうゲームの中でハングオンとかできたんですよ。そのゲーセンに行ってゲームをすると、ゲームの中でまた別のゲームができると、ほほほほほ、なかなか意味深ですよね。ゲームの中にゲーセンがあると。そう、ゲームの中にドラクエもあるじゃん。ある、うん、あるけれど、うん、ドラクエの中のゲームっていうのはドラクエオリジナルのゲームじゃないですか、ポーカーとか、うんうんうん、これはゲームの中にゲーセンがあって、うん、そこでハングオンとか、うん、そのあゲーム、そういうことか、コンピューターゲームとかビデオゲームができるわけです。なるほど。で、うん、そう思ってたら、うん、今度発売されるフォールアウト4では、うん、この腕につけられているピップボーイでドンキーコングゲナゲームとかできるらしいですよ。すごい、それがドリームキャスト時代からあったとは。そうなんです。だからやっぱシェンムはやっぱりオープンワールドゲームだったし、はい、でそう考えるとですね、はい、まあいろいろありました。これドラッケンとかキングスクエストとか、まあ、これはオープンワールドゲームと言ってもいいと思うんですが、日本で一番最初に発売されたオープンワールドゲームは、たけしの挑戦状だったんじゃないかと。
いうたけしの挑戦状ってさ、説がハテナで一回盛り上がりました。そうか、どういうゲームだったっけ。これはですね、うん、サラリーマン、主人公のサラリーマンが、うん、いろんなスポーツクラブとか、うん、いろんな、うん、なんかあのカルチャークラブに通って、うん、ダイビングのライセンスとか、うん、なんか筆記試験、筆記何語、なんか筆記何級とかいうのを取って、うん、で南の島に行ってヤクザを相手に大暴れしたりとか、うん、宝を探したりするっていうゲームです。そうか、はい、で全部 2D です。あ、 2D アクションゲーム。じゃあね、そうですよね、はい、サンマの名探偵、サンマの名探偵あったね。サンマの名探偵でもカニレーザーってね、うん、ゲームができたってことを、ね、言いたいなと思いますけど、うん、そう、カニ、どこカニだね。だけど、うん、まあね、一応オープンワールドでゲームの中でゲームができる。なるほど。いいです。うわ、まあ、ウルティマもそうですね、うん、まあ、そういうわけでですね、うん、昔からこういう、まあ、ちょっと箱庭みたいな世界を作って、その中で何でもできるぜ、そしてそれが面白いんだぜっていうゲームはいっぱいあったんですが、うん、このテクノロジーの発展とともにこういうオープンワールドゲームっていうのは花盛りを迎えて、はいはい、今や猫も杓子もオープンワールドゲームみたいになってます。なるほど、ね、よりリアルに。これはボーダーランズっていうのは、はいはい、ちょっと、マッドマックスとかと似た世界観なんですけども、はい、キャッハーな世界観なんですけど、これは核戦争後の世界じゃなくて、はい、まあ、異星が舞台で、はい、マッドマックス2みたいな異星が舞台で、はい、だからちょっと核がどうこうってないんですが、ちょっとね、シューティングゲームに特化してます。へえ、うん、でちょっとアニメっぽい、はい、なんかですね、その最初に告知された時、発表された時は、ホールアウトそっくりの画面だったんですけど、これだと勝負にならないと思ったんで、ちょっとアニメっぽい感じになって、それがまた魅力なんですよね。なるほどね、うん、これはですね、来週出てくれる中村先生、来週ですね、はい、中村先生がゲストで出てくるんですよ、はい、イラストレーターの中村雄介先生が。あ、すごい、はい、中村雄介先生がボーダーランズもしっかり紹介しといてねってこう言うんで、はい、言っときました。中村先生と何話されるんですか。あ、ちょっと来週で動くしときますか、うんうん、来週はですね、うん、トランスフォーマー上級編をやります。中村雄介先生はトランスフォーマーの大不安で、うん、この間一緒に酒を飲みに行った時もトランスフォーマーの話ばっかりしてました、うん、でその時にですね、はい、もう一人強力なゲストがいまして、はい、大西優也さんという、はい、宝トミーのトランスフォーマーデザイナー、すごい、はい、その人に俺と中村先生が話を聞いて、はい、すげーってこう言いまくるっていう。そう、来たか。で中村先生をせっかく呼ぶのに、はい、イラストの話は全くしないという中村先生を無駄遣いする回 で最後は3人でイチャイチャしながらトランスフォーマーを変形させるというすごい楽しい番組になります。お楽しみに。20日です。いろいろ無駄遣いね。6月20日になりますので、はい、ちょっとそのために僕トランスフォーマーを、はい、ここ1ヶ月で買い集めてたんですけど、買い集めてて、はい、もう相当お持ちでいらっしゃるって言うんでしょ。さらにいっぱい持っていって、ではい、ちょっと歴代トランスフォーマーを変形させないと、ちょっとほら、うん、ちょっとなんかね、こうかっこつかないじゃないですか、昔のトランスフォーマー2000年のトランスフォーマーみたいなのになると。でいろいろヤフオクで買い集めていったら、はい、ついに嫁がおかんむりになった、うん、まあ間違いないだろうな、辛いとこなんですよね。本当、皆さんぜひお楽しみに。なんか嫁にも何か買って、はいはい、歴代メガトロンも揃えるつもりですよ。はい、それでですね、はい、さらにですね、うん、オープンワールドゲームの話。眠くない眠くない、はい、眠いよ、大丈夫大丈夫、全然これまだ言い口だよこれ、ちょっと暇っていう夢を見た。何その小芝居っていう夢大丈夫、はい、飲むこれ、ぬかコーラ、ここでそうしようか、からの有料にするか、僕からの有料にするか、からの有料か、ひょっとしてなのか。まあ、ちょっとでもちょっと待って、うん、ちょっとモッドの話からしましょう。あ、そうですね、モッドなんで、まあ、あとですね、うん、オープンワールドゲームで、うん、例えばこれバーンアウトパラダイスがあります、うん、これはレースゲームの、うん、オープンワールドなんですが、うん、これすごいのは人が一人も出てきません、うん、車だけ。それ車好きな人はたまにないでしょ。車だけの世界です。で車だけの世界で車がこういろんなコースを走ったり、ハイキングドライブなんかをしたりすると、すごい楽しいんだよ。あとはですね、例えばスリーピングドックスっていう、はい、これは香港版 GTA みたいなやつですね。香港の街を舞台に香港映画みたいなことをいろいろできると。なるほど、中華料理屋で餃子食ったりとか。それも本当龍が如くじゃないですか。そう、龍が如くは、うん、あれは歌舞伎町版 GTA なんです。歌舞伎町、うん、そうなんです、うん、あれ何これ、あ、すごいフナッシーだ、何これ、何これ、誰大丈夫、大丈夫、あ、すごい、フナッシーに怒られない
今日俺何のプレゼント今日俺船五郎に会いましたよ、おもちゃショー。おもちゃショーに行かれたんですか？これ行く前に、うん、ここ来る前におもちゃショー行ってみて、うん、トランスフォーマー限定品を買おうと思ったら、うん、すぐ売り切れてたんです、うん、トランスフォーマーのマニアは、うん、もうおかしい、頭おかしいんでそのためにおもちゃショーに行ったのに、でそしたらもうすごい前から並んでて、でアルマダメガトロンっていうのが売ってるんですけども、うん、日本版の、うん、でも海外版のアルマダメガトロンを変形させながら、うん、列に並んでて日本版も手に入れたぜみたいな、うんうん、ちょっと狂ったファンがいっぱいいて買えなかった、うん、すごいなんか今オタクの愚痴って感じ。そうなんです。でその後マッドマックス見てバーベキューして切符来た。超多忙じゃないですか。でも一番俺が今日楽しいのは、はい、島さんとこの番組やってることかな、ね。で なんだっけ、はい、それでですね、はい、まあ、いろんなオープンワードゲームがあるんですが、はい、面白い、最近面白いのはこのモッドっていうのをね、モッドっていう、はい、そのプレイヤーが勝手にプログラムを作って新しい要素を言えるみたいなシステムができてきたんですよ、うん、それシステムっていうかさ、昔のパソコンのゲームの頃からあったよ、その主人公の女の子を脱がせるプログラムを入れるとかさ、ありました、うん、がその頃インターネットありました、あ、なかった、なかった。これは一人のプレイヤーが作ったやつを、はい、まあね、共有サーバーみたいに入れると、はい、全世界の人がそれを使えると。はあ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 、でさらに、その一回誰かが作ったのを元にして、またいろいろ手を加えるんで、どん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 質が上がっていくわけです。そうなんだ、売ってるんだ。何、じゃあそれって一部をそのオープンソースにして二次創作歓迎みたいなことをやってるってこと？そうです。すごいね。このベセスダがすごいのは、これでうまく作ったやつを自分のスタッフに引き入れたりとかするんですよ、うん、あ、なるほど。エルダースクロールのオブリビオンでいいモッドを作ったやつらをスタッフに引き入れてスカイリムをすごい作品にしたり、それはすごい。もうですごいのはやっぱりちょっと顔微妙だったじゃないですか、うん、微妙だった。でも美人にできると、うん、エロい衣装も着てられるすごい急にで、あ、こんな水着、すく水じゃないか、はあ、水着も着てられる、ぬかコーラガール、ぬかコーラガールも作れるし、はあ、こんなこともできる、えらいことに、はあ、こんな男の夢ですよ、本当ですね、で、さらに面白いのはこれはね、外見だけじゃなくて、はい、プロ AI っていうかプログラムとかルーチスクリプトを組むことで、はい、いろんな、はい、行動を NPC にさせることもできるわけです、はあ、だからこの世のどこかにこれを大真面目に作っているアホがいるって、いや、こういう多いですよね、こういうエロモッド超多いですよ。だからですね、すこういうふうに街中を歩くとスーパーミュータント同士がセックスしてるみたいなシーンもある。まあセックスっていうか痴漢かな、これは。それはいらないかな。だかこれを組み合わせたらどうなると思います、うん、この NPC がセックス、うん、さらにエロい見過ぎの姉ちゃんを組み合わせることもできる、うんうん、事件です。事件ですよ。事件ですか？事件です。通報されちゃいます？いや、もう夢が広がりんぐじゃないですか。そうなんだ、うん、事件ですかこれ。事件場です。僕は夢が広がりんぐだと思う。本当事件ですか。ちょっと前に出てるもんね今日一前に出てるもんね。いや、しかもすごいなんですよ、はい、パソコン版しかできなかったんですこれは。まあそうでしょう。しかし、しかしですよ皆さんこれプレステ4とか Xbox One で、はい、フォールアウト4が発売されるんですけど、はいはい、この機能が次世代機では実装されるんです、はい、家庭用でも。本当？大丈夫？ちょっとパソコン版はこう、ね、パソコンのスペックとかちょっと知識とか必要だったわけですけど、はい、この機能が、はい、プレステ4では実装されるんですよ皆さん。どうします、この2つ組み合わせたらね。まあちょっとね、わかんないですけど、審査でこれはねアウトになるかもしれないですけど。完全にアウトでしょうよ、うん、これもう落ち着け、買うしかない。普通にやっても楽しいのに MOD をもっと入れたらこんなに楽しくなる。マジか、大丈夫かです。なあ、こうテレビショッピングか。本当このノリでなんかここにお電話ください。買うしかないっすよこれ。俺も予約しましたプレステ4。本当すごい、こんな世の中来るとは思わなかった。本当だね。しかしね、それはもう激しく同意ですね、はい、でね、まあ、もうこんだけじゃなくエロだけじゃなくて、はい、例えばねあーすごい、ポケモン自動販売機でいろんなモンスターを仲間に入れるんでしょうね、はい、もうこんなのとか
アイアンマンアーマーとか。本当だ。これアメコミとこうスターウォーズはどこでも出てきますから。うん、でこうスターウォーズの武器とかも作れると。R2D2 も出ちゃうと。ただね、これ家庭用でこれできるかどうかわかんないですけどね。権利の問題がある。まずあそれはそうね。うん、しかし、うん、こんな、まあ、これに似たのがプレステ4や Xbox One とか家庭用でもできると。課金でしょ。でも当然ね。生きててよかったね。よかったね。じゃあ一応頑張りますか。とりあえず。夢の世界が。何飲みます？これはね、ゲームに出てくるぬかコーラ、はい、ぬかコーラもあり、これ何、これはですね、ぬかコーラクオンタムという、うん、ちょっと放射能が強いやつです、ね、あ、本当あとはこう続編で出てくるサンセットサルパリアっていうのもあります。あげた、じゃあ俺サンセットサルパリアにするかな。ホッピーって書いてあるけど気のせい気のせいこれキャップが実は、はい、このゲームの中で通貨になる。あ、そうなんだ、粋だね、そういうのね、なんかね。はい、どうも、なんか投げやりか。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、どうもどうも。からの課金当番組の課金。そろそろ課金にしちゃいますか。そろそろこうね、おつおつ、もう1時間20分ぐらい経ってて、うん、もう1時間ぐらい話が続くんで、じゃあ皆さんね、まあこの後はね、俺の妄想の話なんで、まあ妄想のエロい話かな。まあ見たい人はぜひ入ってください。でも今日まだ予定より30分ぐらいしか押してないから、まだね、まだ傷は浅い。傷なの？まだ軽傷。で来週ね、中村先生や大西さんを読む回もありますんで、はい、ぜひそれもね見てください。予約してください、ね。今回とより今回以上に面白いと思います。し、この課金した後も多分面白いはずです。テンションめちゃくちゃ上がってね。今ちょっとテンションが上がってきたんで。ね、次週もね。いや、そういうわけで、じゃ話進みますか。まあ、ここから課金かもしれないですけど、まあ、じゃあちょっととりあえずバイバーイ。また来月。話進みますよ。はい、俺話したくてたまらないんです、はい、じゃあホールアウトの魅力とは何か、何なのかというと、はい、モッドを装備してる